改修前の建物をテンプレート内の画像と同じ角度から、建築当時は淡いベージュ色のタイル張り、看板を平和公園側に設置しないなど周辺環境に配慮した建物だった。折り鶴タワーは広島県広島市の各大手町にある複合商業施設、世界文化遺産、原爆ドームの東90メートルの位置に隣接している。 1978年3月13日、広島東京会場ビルとしてオープン。東京海上火災保険が総工費30億円で建築した。建築当時、屋上看板を東側、北側のみに設置し、広島平和記念公園がある西側、南側については設置しない。壁面色も落ち着いた淡いベジュ色のタイル張りにするなど、 建築当時としては景観に配慮していた。その後、松田のディーラーである広島松田が2010年に取得し、広島松田大手町ビルに改称2013年8月に改修計画が発表された。改修の理由として、1981年以前の旧耐震基準で作られた建物の耐震性能の向上を目的としたほか、周辺環境を考慮して、 建て替えではなく建物の改修を選択した。2014年12月に改修工事に着手。2016年7月に1階のカフェと物産館。12から13階の展望スペースが先行してオープン。同年9月にすべての改修が終わり、グランドオープンした。総事業費は約70億円。リズ鶴タワー事業を担当した5人は全員。 グロパー社員ではなく、中途採用の転職祖により行われた。設計者の3分1広氏は、既存の約50メートル余りのビルについて、小さな地形と見立て、世界文化遺産と共存し売れた建物をコンセプトとし、建物全体は、周辺の広島平和記念公園との調和を配慮した色を選んだ上で、全面的に壁面を緑化。 歩いて登ることができるスロープや腰掛けることができる丘を整備。風を取り入れるために外壁をすべて取り除き、骨組みのみにし、建物の重量を減らすことで、耐震性能を向上。西側のバルコニーと東側のスロープについては、夏の直射光を避け風通しを良くするほかに、耐震の構造補強も兼ねている。各方位のバルコニーには、夏の風の流れを考慮した。 ルーバーウィンドキャッチャーを設置し、合わせて夏場の直射日光、西日が入らないように配慮している。これらの景観配慮は、当地が世界遺産である原爆ドームのバッファーゾーン内にあり、市条例、平和記念施設保存、整備方針によって厳しい制限が設けられており、特に平和記念公園から見た原爆ドームの背景を、 世界遺産にふさわしい景観にする必要があったためで、市との協議を重ねた結果によるものである。館内は、1階はカフェ、握手カフェ、パークサイドマイナストブス3館、スーベニアセレクト人とき、2階は平和教育にも利用できる貸し会議室。3階から11階まではオフィスになっている。12階以上の展望スペースの入場は有料。12階に、 折り鶴広場が整備され、来館者が折った折り鶴を北側壁面に整備されたガラスで吹き抜けになった折り鶴の壁に落とし入れることができる。屋上階は展望スペース、広島の丘カフェ、ザークシュカフェ、ウィンドサイドマイナスが整備された。広島の丘は来場者が風を強く感じられるように工夫し、腰掛けることができる丘と大きな日差しを整備した。屋外東側には、 一階から屋上まで続くスパイラルスロープ散歩坂スロープの横に整備された滑り台は避難用だけではなく一般客も自由に利用することができる年間来場者数は約38万人を見込んでいたがプレオープンから2ヶ月後の来場者数が約3万人と目標の約半数の来場者数にとどまっているオリズルタワーを作った 広島松田の松田哲也は市民から入場料が高いと言われている県について世界から集まる観光客に恥ずかしくないものを作るため一企業が運営する以上採算的に成り立たせないといけないためと理解を求めている。また、広島の象徴として世界遺産の近くにある建築物として恥じないものを作ったと話している。 改修前のビルの1階には、広島東洋カープの監督や選手などが利用した喫茶店、マリーナが1978年から2012年まで営業。元店主は経験を買われて、リズ鶴タワーのテナント誘致の業務を行っていた。2016年、リズ鶴タワー6階にドリームアーツの広島本社が開設された。オフィス用品には、広島県産の素材が用いられた。 ドリームアーツ広島本社は第30回目日経ニューオフィス賞の中国ニューオフィス奨励賞に選出された。2018年1月、地方創生担当大臣梶山博士が折鶴タワーを訪れドリームアーツ広島本社を視察した。2018年6月には広島県が大型ホテル誘致に伴う再開発のために 公益財団法人広島県男女共同三角財団ウェソール、広島をオリズルタワー10階に移転させた。詳細は公式サイト参照。ありがとうございます。